ユーロラインズは、欧州及びモロッコ、トルコの各国間で、国際バスを運行する、バス会社が加盟している組織、または、その組織に加盟している、バス会社が、国際バスを運行するときに使用する、ヨーロッパ大陸横断バスの商標のことである。実際の運行は現在、後日の各国のユーロラインズ各社が行っているが、これら記載各社が独立した会社となったのは近年で、あり。 それまでは各国の長距離バスオペレート会社がユーロラインズ名で行っていた大陸横断バスのことを指していた。例えば英国ではナショナルエクスプレスが企業としては存在しており、その英国内サービスをナショナルエクスプレスとして他国域高速バスをユーロラインズとして運行していた。そのためロンドンビクトリア高チステーション内には ナショナルエクスプレス担当オペレーションとユーロラインズオペレーションがナショナルエクスプレス同一社内にもかかわらず個別に存在していた。なお、チケティングシステムは両社共通であり、同じシステムを使用して発見が行われていた。現在はナショナルエクスプレスから離れたユーロラインズという別会社組織となっている。なおこれは英国だけに限ったことではなく欧州の他の 国においても状況は同じであり、ユーロラインズという別会社組織として独立させたのは、後々のことである。ロゴは以前は王は四分割された四角い形のものであったがその後現在、使用されているような王の中に、が入ったデザインに変更された。ユーロラインズには、26カ国の32社が、加盟している。組織の本部は、ベルギーのブリュッセルにあり、本部の役割は、 加盟各社間の利害調整及び対外的な連絡組織である。2008年現在、およそ各国合計500カ所の停留所が存在している。2008年現在、ユーロラインズに加盟している会社及び本社所在国は、次の通り国際バスを運行しているのは、ユーロラインズ加盟会社だけでなく、非加盟のバス会社も多くの国際バスを運行している。運賃は、 すべての料金を含んでおり、格安航空会社のように、ホームページの価格が、省税、燃油付加料金が含まれていないため実際より安く、見えるようなことはない。また、運賃は、監視ゲルやマーケティング戦略により、大幅に値引きされることもあり、購入前に十分吟味する必要がある。すべてのバスが、ユーロラインズ塗装をしているわけではなく、 加盟各社及びその子会社などの塗装がなされたバスが利用されることもある。ロンドンのビクトリアステーション近く36グロブナーガーデンズにはかつてユーロラインズナショナルエクスプレス直営のチケットオフィスがあり、一時期日本人がナショナルエクスプレス社員として勤務していたことがある。一般的な利用方法は次の通りである。ユーロラインズとは ユーロラインズネダーランド BV 公式ページザ、ユーロラインズオーガニゼーション、定流所、合計ユーロラインズ本部公式ページアバウトアス、加盟会社一覧ユーロライン本部、公式ページメンバーズ、ハットバス料金は、全手数料込みユーロラインズ公式ページ。ありがとうございます。